つい最近ベトナムに行ってきまして、向こうって日本と違うのがこうみんなものすごいタバコ吸うんですよ。で、まあ、もちろん路上喫煙とか普通にしてるし、多分法律でそもそも取り締まってもないし、だ喫煙所もないし、みんなほんとずっと空港とかよっぽど飲食店の中以外はもう路上でみんなずっとタバコ吸ってる。で、僕その一応ベトナム の, その世界遺産のハロン湾っていうところに行って、まあ、湾岸というか、まあ、こう船で出港して、でいろいろこう洞窟を巡ったりとか島に上陸するみたいなでツアーやらせてもらって、移動中の船のデッキで もうみんなタバコ吸ってるんですね。で僕もやめてるんですってないです、今みんなタバコ吸ってて、で結構その、まあ、波の関係でちょっとスケジュール遅れたみたい で島に上陸するってなった時に、まあ、ガイドの人がこうなんかハリアップみたいなこう急いでやってくれてて、あこれ急がなきゃなっての俺でも分かるから、でこう急いで歩いてったら後ろの観光客が急いでこうタバコにカシ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 って引いてて、いやそこ急ぐんじゃねえんだって吸うなって